猫ちゃん飼いたいんだよな。めちゃめちゃ猫ちゃん飼いたいんだけど、本当に猫ちゃん飼いたい、本当に猫ちゃん飼いたいんだよ、本当に。なんかさ、別にさ、私がさ、いや、もう飼うね、もう誰に何と言われようと、もう絶対に猫を飼いますから誰も止めないでくださいって言えば、姉ちゃんも、あ、はい、そうですかっつって猫ちゃん飼うの許すし、なんだかんだ可愛がってくれるとは思うんですが、なんかその一緒に住んでる人のモチベが低いまま飼うの嫌だなと思ってお姉ちゃんがさ、猫カフェとか行ってさ、猫ちゃん可愛かったみたいな写真とかさ、野良猫ちゃん可愛いみたいな写真送るためにさ、猫飼いたくなりましたか、どうですか、飼いますかって聞くんだけど、いや、いいですって言うんだよね。なんで、なんで、意味がわからない。飼いたいやろ、猫。なんか何が嫌かって、トイレの掃除すんのが嫌なのと、うち、ちょっとさ、クグツが多いからさ、やっぱり、大切にしてるクグツたちを、その、ぐちゃぐちゃんってされるの嫌だっていう話なんだけど、だからそれはね、わかるんだよな、それはわかるんだよな、そうだよなって、わかるってなるから、スイちゃんも、踏み出せずにいる。うん、めちゃめちゃ可愛がってる、この辺のうさぎちゃんのぬいぐるみがさ、もうめしゃめしゃめしゃってされちゃったらどうしようって、夢に見るもん。夢に見る、本当に。あー、ぐちゃぐちゃになってるーって。いや、本当にね、マジで猫ちゃん次第。なんか注意したらやんなくなる猫ちゃんもいるけど、マジで言うこと聞かない猫ちゃんもいるじゃん。本当に猫ちゃん次第だからさ。あー、どうしようかなーって。いや、でも本当に飼いたい。本当に、本当に猫ちゃん飼いたい。本当に猫ちゃんが飼いたい。猫ちゃんしかおじこない。猫ちゃんがおじ。猫ちゃんおじ。猫ちゃんおじよ。猫飼ってるぜに相談すれば、いやしたの。いやでもさーってなんかぐちゃぐちゃにしちゃわないかなって心配なんだよねって言ったら、注意したらやらなくなるよーってメルさんは言ってさ。でもそれはメルさんちの猫がいい子なだけであってわかんないじゃないですか、そんなんて。スイちゃん犬派猫派、猫だよね。スイちゃんどっちも好き。どっちも決められないくらいどっちも好き。メルさんの猫持って帰ろう持って帰りそうになった。スイちゃんって爬虫類とか興味ないの？ないっすね。飼えるんだったらウォンバットとか飼いたいわ。ダメだけど。ハムスターはさ、小動物すぎんのよ。ハムスターはちっちゃすぎて、これも結構夢に見る。踏みつぶしちゃう夢。やばい、踏みつぶしちゃったっつって。もう小さすぎる生き物本当に飼えない。怖いでしょ、だって。インコとかは鳥なー、鳥なー。鳥さんも鳥さんで可愛いからさ、いいんだけどさ、なんかちゃうのよ。なんか、もっとね、性を感じる生き物がいい。鳥性を感じないというわけではないんですけど、なんか何考えてるか分かりづらいやん、鳥さんって。魚さんもだけど。じゃあカブトムシが余計わかんねえって。何考えてるかが1ミリもわかんねえよ。虫、猫ちはどう、猫ちを飼うってこといらなくね。今結構真面目に考えたよ。猫ちを飼うかってことはっていらなくね。でもあなた昔飼いたいって誰の記憶誰の記憶持ってきてるの、お母さん。昔飼いたいって私言ってたのか。ペットにしたいメンバーはだってペットにしたい、ホロメンがいいのかな。ホロメンでペットにしたい人、うん、ペットか、あーペコランもいいけど、ペコランはな、ペコランはなんかさ、うんうん、飼っててもなんか忠誠心がなさそうだからな噛みついてきそう。うさぎやしな、そうそう、こっちかな。誰の記憶あ、ミコ先輩ねえ、うん、いいね、それこそミコちゃんね、いいチョイス、いいね、飼いたいわ、ミコ先輩。確かに飼いたいよね、飼いたいいいと思う、ま、毎日猫は懐いてくれそう。猫ご飯どこえ、でもなんかご飯がその間に合ってなくてもなんかね、なんかギャーギャー言わなそうで可愛い。なんか待ってんでって言って大人になってる可愛い、欲しいな。ご飯待ってんで、ご飯待ってんで、忙しくないときによろしく。かわいい抱きしめたい欲しい、超かわいい、めちゃめちゃ欲しくなるな。なった。あみこ先輩、かわせんちょ。え、私のなんだけど取り合うな取り合いが、取り合いが入ってる、ないところで取り合うな